どうもこんにちは、えー、現代史世界シルダーです現代史を見ていきましょう。現代史の今回は、ね、アメリカ編ですね。アメリカ編はね、前編と後編に分けます。多いんですね。うん。めちゃくちゃ多い。だから前編と後編に分けると。でもね、このアメリカっていうのを押さえておけばね、世界に介入していくわけですから、アメリカは。だから、だから、あの、これをね、しっかり学んでもらって、で、えー、次以降の、以降のね、ソ連とか中国、そしてヨーロッパへとつなげていってほしいと思います。 では早速いきましょうアメリカまずアメリカについて話す前に民主党と共和党という、ね、2つの後アメリカの二大政党、二つの政党について話していきたいと思います。民主党というのは、進歩的リベラル、うん、結構、ね、自由な感じ人、人々に寄り添う感じ、だから人々に寄り添うということは民主だからね、民が思うということは黒人とか小説派という、ね、マイノリティの人たちにも優しい、そして戦争が嫌だ、和平へという考え方ですね。戦争嫌派が民主党、民がう民が思うという意味で、という意味で、 この3つ,を3つが、えー、分かればいいと。そして共和党は保守的でキリスト教的な価値観、そうナショナリズムが高まると共和党が支持される。今ドド、ドランド・トランプは共和党なんですよ。アメリカ人、白人を優遇してメキシ、メキシコ人、えー、だとかね、他の人々、中東の人とかをどんどんさ差別的、イスラムはテロの,の原因だとか言ってね、えー、排外してますよね。排斥、ね、排除してるってことだね。 だからね、この共和党っていうのは、保守的、キリスト教的価値観なんだと。そして白人化支持者だと。そうだね。で、戦争する。湾岸戦争とかイラク戦争っていうね、戦争しやすいイメージ、共和党。まあね、これが記憶の補助となる。で、この内容も出るかもしれませんからね。覚えておいて損はないと。そしてニュースを見るときにも損はないよね。じゃあ、早速いきましょう。この赤が民主党で、えーえー、緑がね、共和党なんですね。うん。じゃあ、いきましょう。トルーマン。 あだからこ,そここに、あそうだ、むく言わせてもらうと、ここね、年号があるからね、ちゃんとこの、これは在任期間です。大統領の任期、全部に書いてありますんで、参考にしてみてください。じゃあ行きましょう。トるまんね、まず。大層共産、つまり大層ってことは、えー、対共産権ですね。対社会主義のために援助や内政を行った。うん。援助とか内政によってやった。そう。つまり、こういうことです。大層封じ込み政策とフェアティール政策っていうのを行いました。大層封じ込み政策ってのは何か ソ連を封じ込めるという政策ですよ。封じ込めるというのはどういうことか例えば、トルマンドクトリンによってトルコ、ギリシャに軍事援助をする。マーシャルプラン、ヨーロッパ経済復興援助計画によって西欧に経済援助をする。そして、ポイントフォア計画というのによってアジアと発展途上国に援助を行う。なんでこれらによって、えーその、このね、体操のために援助や内政ということでね、封じ込めることができるのか、ソ連を封じ込めることができるのかっていうと、あの、 ソ連の考え方、社会主義っていうのは、そもそもねあの、お金がない貧乏な人たちにお金をちゃんと配る、金持ちから取って配っていく、配っていくことで平等にしていくっていう考え方なんですよ。平等にしていくつまり、資本主義国、資本主義はいっぱい金を稼いで上に上がれるし、けど、下の貧困層も増えるわけですよね、その分。でも社会主義はその逆に、えー、あんまり出るくいを,を打って、そして下の方を底上げするという考え方。これによって、えー えとえー、と富、えー、人々を統治していくという考え方なんですよ。ということはですね、逆に言えば、資本主義国だとしても、底上げをする、うん。底上げをして、上,上,上も本当に抑え込めばいいんですけど、とりあえず底上げをする。生活水準を高くしてあげる。えー、そういうことによってですね、えー、その社会主義の蔓延を防いで資本主義の体制を維持できるという考え方に基づいて、これを行ったということです。以降もこの社会主義 っていうのがどういうことかっていうのは関係してくるんで、今ここで長々と説明しました。もう以降説明しませんから、えー、なんとなく押さえておいてくださいね、これ。資本主義と社会主義についてね。では、えー、このマーシャルプランは復興、西洋を復活させることによって、えーあしょえー、社会主義の侵入を防ぐと。つまりこれ、ソ連と、だからね、逆にこのソ連と党っていうあの社会主義を受け入れるところはこれを拒否するんです。マーシャルプランは拒否するんですよ。で、ヨーロッパは、ヨーロッパ経済協力機構 OEEC っていうのを、 ねえー、作って、マスラプランを受け入れる体制を作ったと。逆にね。ポイント法計画は逆に、途上に援助すると。トルマンドクトリはトルコ、ギリシャ、混乱するところにえ軍事援助をして、えー、助けていくと。いうことで、社会主義を制でいこうということで。で、フェアディール政策、公正な扱い。これは、社会保障充実、住宅政策、最低賃金引き上げなど。こういうことを行う,行うと、どうなる下を引き上げる。ということで、これは国内向けですね。でも、えー、社会主義の考え方の蔓延を防ぐということですよ。 これとはいえね、逆にこれワグナー法っていうのが、労働、えー、団結権、団体交渉権っていうね、労働運動を保護する法,法律があったんですけど、ワグナー法っていう、セオえーえーえー、フランクリン・ルーズベルトね、時に,に作られたと思うんですけど、これがね、逆に、このトルーマの時には、タフト・ハートレー法っていうもので、労働運動を抑制することを狙うというようなことをしました。これはね、あのちょっとバランスなんですよ、結局。あんまり、あの、 あんまりね、あの、慎重を許す、つまり、労働運動とかを許していくと、えー、社会主義になって資本主義がぶっ壊されるかもしれない。だから、これで抑制する。けど、その分、これだけ保障するという政策を行う。両方、ね、日本柱で行っていくっていうのは、えー、他のところでも見られると思います。でから、ここで一例を紹介すると。で、これ次は、朝鮮戦争開始と日米安保条約の締結。えー、この時に、ね、トるもの時に朝鮮戦争が始まっていまして、えー、っとね、 保守,保守強化イコールマッカーシズムと書いてありますけど、これ、えー、朝鮮戦争が始まった、そしてアメリカのナショナリズムが高まる、国民アメリカ国民としての意識が高まる、で、廃、え、害、ー、するっていう考え方が高まっていって、保守強化、つまり、えー、これはですね、マッカーシズムと言われる赤狩りが行われるわけですけども、赤狩りというのは赤というのは社会主義、共産主義のことです。そういう議員とか知識人とかを,を弾劾裁判で吊るし上げるっていうようなことを行うわけですね。えー、そして、社会主義の思想の蔓延を防ぐということですよ。 次行きましょうか、えー。次はね、アイゼンハウアーね。アイゼンハウアーは大層つまり共産主義、対共産主義のために、えー、強硬姿勢を取ると,と。とはいえね、柔軟に強調されど対立というようなバランスのとれたこともすると。うん、まず、象徴する言葉は、大層巻き返し政策。誰するによって詰められた大層巻き返し政策。これはどういうことか。共産戦争のを休戦して、アジア海にやめるかという考えになったんですけど、そう。ここでベトナム海入に走る。つまり、一旦ここは、 アジア海にやめようと言いつつもベト,ナムベトナムのインドシナ戦争に介入していくっていうねえこういうふうに、えー、ベトナムっていうのはこの時社会主義が入ってきていましたからえそれに対応していくベトナム民主共和国というのに対応していくっていうね抑え巻,き返巻き返し封じ込めとかが巻き返していくっていうね流れですよ強気なんですじゃあこれはアイゼンハーワードクトリーはそうアイゼンハーワードクトリーは中東において巻き返していくこと第二中東戦争後にエジプトのナセルが ナセルという人が出てくるんですけど、この新ソ連になったんです、ナセルが。社会主義的ね。ということは、今度から中東に軍事介入しますという宣言がこれで、アイゼンハーはドオクトリン。中東に軍事介入、例えばレーディをレバノンボードに派遣するということがありました。レバノンにおいて親米政権、新アメリカ政権があって、それに対してアラブが反発した。だからレバノンボードに派遣をして、中東での影響力を持とうとしたということですね。じゃあ次、対操、強調かま,また対立という流れ。まず協調、 えー、協力していく流れこれは1953年にスターリンが亡くなってフルシチョフが平和共存やっていうねえつまり平和共存ここで言うね平和共存っていうのはね資本主義と社会主義が両方とも平和的に共存する共に存在するという状況を作ろうとしたのがフルシチョフさんソ連のフルシチョフさんねで1955年に例えばジュネーブ4教会談っていうのを開きますこれは参加した人を覚えましょうアメリカのアイゼンハウアイギリスのイーデンソ連のブルカリンフランスのフォールイギリスのイーデン フ、ダンスのフォールって覚えたらいいです。あと、アイツハウは覚えて、ブルガーニンだけちょっとマニアックなんで、ここだけ、ブルガーニンっていうのはこのジネーブ四教徒会談に参加したソ連の人っていうことをだけ覚えておけばいい。他にもね、フルシェフの訪米とかがあります。うん、フルシェフがアメリカのずるだと。で、この四教徒会談の背,背景も一応覚えたといいかなっていう感じで、えー、それはですね、これアジア・アフリカ会議ですね。第三世界の出現。うん、つまりね、えーえー、アジアアアジアっていうのは、ね、アジアとか、例えばユーゴスラビアとか。 えー、そういうね、アメリカ、ソ連以外の第,第3番目の世界っていうのが出現してきたと。うん、そして、えー、それの象徴というのがアジア、アフリカ、会議これが開かれたことを受けて、ソ連とアメリカ、こんな対立している場合じゃないよね、平和を競争しなきゃいけないよね、ということを開かれたのがジネーブ4区と会談なわけです。というふうにね、こういう協調が生まれた。で、長くなってね、冷戦なんてなくなるんだと思ったらね、違うんですよ。その後、ソ連が大陸間弾道ミサイル作った。あとは、U2 型爆撃。 っていうね、えー、流通型爆撃機じゃない、誘型偵察機ですね。アメリカの偵察機がソ連,、えー、ロシアにあソ連に入ってきたからそれを落としたわ、みたいな事件が、事故が、うん、お起きるわけです、えー。それによってまた対立していくということね。ミサイルと、えー、飛行機のせいでまた対立に向かっていくということを抑えておきましょう。だから、ずっとじわ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 ,じわ、えー、トルーマンからアイゼンハワー,ーまでじわじわ、ね、冬じ込め巻き返しというふうに、えー、対立が深まっていくという過程があるわけです。 そして、えー、これですね、はい、次はこれです、えー。ケネディ、ジョンソン、ニクソンに見ていきましょうね。ケネディというのは、まず覚えてほしい。カトリック初のアイルランド系。カトリック初で、しかもアイルランド系の大統領。アイルランドの人たちっていうのは,はあの、主にですね、昔、えー、19世紀ですね、ジャガイモ飢っというのが起こって、その時期にアメリカに渡ってきた移民ですね。 で、なんで珍しいかこれカトリック発でアイルランド系というのは珍しいかというと、えー、アメリカにはね、ワスブって言われる。うん。ホワイト、アングロサクソン、プロテスタントっていう、えー、これを満たしたワスブというのが支配的な力を持っていた。だから、ずっと大統領はワスブなんですね。だから、このケネディって人はすごく珍しい人。で、最初、新しく言えばオバマさんは黒人の,の初の大統領ですよね。だから、非常に珍しいと。こういう、えー、そういう、えー、珍しい人たちは死刑に出るんですね、これ。だから、ケネディ出るんですよ。 セキネティはどういうふうなことをしたか。アメリカ人に自信を、危機には向き合いというのが、まあ、まあ、私がつけたスローガンです。私がつけたスローガンです。で、その内容を見ていくと、これですあの。ニューフロンティア政策、未知の可能性、なんでこういうことを異なったか。そう、スプートニク,クショックというのがあるんですね。ソ連が世界初の人工衛星をアメリカよりも先にやった、えー、打ち上げだと。これはね、ミサイルなんでね、アメリカが攻撃できるわけですよ。改造したらね。そしたら、 その分アメリカの地震を失って不安感も出てくるよねだからそのスプートニックショックっていうのが起きると、えー、それに対してねニューフロンテト政策といって未知の可能性を追求していくつまり社会を発展させていくってことによってアメリカ人の地震を取り戻そうということを考えたわけうん、まあ、このスプートニク,ク、えーね、人工衛星の話についてはねソ連のところでありますんで今後とばしましょうじゃ国内のにおいてねどのように地震を取り戻したかっていうと社会を向上させたかっていう話ですけどそれはね福祉政策 とか、国人,人の公民権のために運動を行ったっていう、ね、ことが大事です。公民権、公民権は何かというと、えー、公のため書くけど、これは、ねえー、平等にするとてことですと。単純に言えば、うん。平等にするって覚えておけばいいね。で福祉政策でも分かるよね。えー、と貧困な人たちとかに、ね、援助していくという話ですね。じゃあ次がね、ニューフレンティ,ティ政策以外のこれ、不履修と平和共産を行った。ほんほん そしてその後、対立でまた緊張して融和あれ、アイゼンハーワーの時も対立に陥ったよね。それと似たようなことが起きてる。まず平和共存して、対立で緊張して融和していくっていう話。えー、どういうことか。これはめちゃくちゃ重要です。えー、例えばね、対立において、対立はベルリン問題からのベルリンの壁。うん、ベルリンの壁は1960年から1989年っていうのをう覚えましょう。ベルリン問題がっていうの分割して、あのソ連とか、 ソ連と西側諸国で分割するんですよねベロリンをあ。ドイツのベルリンを分割して。そしてそのベルリンの間にベルリンの壁というのが作られるわけ。つまり、えー、西側と東側の、つまり資本主義と社会主義権の対立ということが。ということが明確化された。から対立で緊張していると。そしてさらにキューバ革命。カストロというのが私たち政権を倒す。キューバ革命というのが起こるんです。えー、このカストロというのは社会主義の思想。つまり、えー、ソ連側ですよね。で、キューバ,キューバっていうのは、えー カリブ海にあるんです、すラテンアメリカはアメリカの意がかかっているのに、その中で社会主義が出てきた。この社会主義が広まるとまずいと。あアメリカが、ね、狙われるかもしれませんから。そこでアメリカはね、進歩のための同盟、まあ、つまりラテンアメリカ援助を行うわけです。でこれね、そんな中でキューバ危機っていうのが訪れる。このキューバ危機っていうのは、ソ連がキューバに,をに、えー、ミサイル基地を作って、そしてミサイルを搬入しているんじゃないかという、えー、話が出てきたと。 それを防ぐためにね、ミサイル基地があるから、えー、ミサイルの搬入を防ぐために海上封鎖を行ったりして、アメリカが海上封鎖を行ったりして、そしてソ連とアメリカが一時的にめちゃくちゃ緊張状態になる。いつ核戦争が起こるか分からない、えー。ソ連が例えばアメリカに攻撃したら、アメリカはソ連の本土を攻撃するかもしれない。というね、えー、恐ろしい時期,時期があるわけです。それがキューバ危機なんですね。けど、まあ、その時はね、もしも,も,し,もし、ってて言ケネディがもしもし、フルシェフって言って、ホットラインで話して政府だった。ホットラインっていうのは電話ですよ。うん 国際電話して、えー、なんとかこの危機を回避するとお互いに妥協し合ってねそしてその緊張状態を作ってしまった、えー、反省からかなこの1963年には部分的核実験の停止条約というのがアメリカイギリスソ連において結ばれますえー、でもねこ,のこれは地下ッ OK 部分的核実験 の停止ですから地下実験は OK だとその地下実験の技術地下実験の技術っいうのは結構高度で、えー、核開発が遅れていたフランスとか中国はできなかったんですその地下,地下実験ができなかったで核を持ってなかったこの時はフランスは現場から持ってますけどね、えー、でそのフランスと中国だけ拒否したっていうことがね大事なんで覚えておくといいですねまたこの、えー、核についてはね他の時にまとめたいと思いますからとりあえずここではこの条約を結んだということだけ覚えておけばいいではこれねベトナム介入,介入開始 ベトナムにまた介入するんですよ、さらに、えー。対ゲリラのグリーンベレーを作る。発展途中国に平和部隊を送るとかね。他のところにも軍事,的なえ軍事的に介入していくというようなこともして,していくわけですね。さあ、では次。ジョンソン。本当に偉大だろうかどういうことかなこれ。本当に偉大だろうかというのは、偉大な社会というのを彼が唱えたんですね、スローガンで。でも、実際やっていることはベトナム戦争への本格介入ということで、本当に偉大だろうかということをね、えー、突きつけたものです。アメリカが 正義のアメリカだったのが悪のアメリカに変わっていくイメージが変わっていくというような、えー、転換点の人ですねこれ例えば偉大な社会一応ね偉大な社会ってのは国内向けの話ですね公民権法の実現そうケネディが唱えていた人黒人の、えー、公民権のためにの運動が、えー、ここでね公民権法として実現するわけです差別ダメよ、えー、平等だよっていうことを唱えたわけそして貧困性の教育改革だとか社会保障の拡充によってね、えー 誇れるううな社会偉大な社会、会偉大を作っていこう、うん、貧困の、うん、撲滅ということですよ。そして、ベトナム戦争の本格介入をしていったっていうね。これはね、えー、ベトナム戦争本格介入の流れっていうのは、トンキン湾事件っていうので、えー、アメリカの駆逐艦だったかな、が攻撃されたと。北ベトナム、つまりベトナム民主共和国によって攻撃された。それを、それから、えー、それを理由にね、黒爆といって北を爆撃する北、北ベトナムの北を爆撃していく。223万トンの爆弾。うん そして1000機以上の航空機を失われた。そして5万人も犠牲になったということで、めちゃくちゃ大規模な爆撃が行われる。そして南のゴーディンジャム政権を維持するように努める。ゴーディンジャム政権はベトナム共和国として戦っていたわけですね。えー、でそれを維持,する維持するように努める。そして、えー、ベトナム戦争を本格介入していく中で、国内ではベトナム反戦運動、ベトナム戦争おかしいんじゃねっていう状況が生まれるんですよ。こんな爆撃したりね、枯れ外れいだり、枯れ外れ負けっていうのは、えー ゲリラがね、ジャングルに潜んでいるから、その枯れ葉材をまいて、森を枯らして、そして見つけて爆撃できるようにするとか、攻撃できるようにするということですよ。そして、その枯れ葉材に含まれているダイオキンが体に悪くてね、もういろいろ危険地が生まれたりとか、えー、体を悪くするということで、そんなことをするアメリカは、本当にベトナム戦争は正義の戦争なのかっていう疑問が生まれるわけです。そこで反戦運動がで起きていくと。けどね、そんな流れの中でも、和平は、ベトナムとの和平はうまくいかずにね、ずーっと泥のむかしていくわけです。 悲しいね。これは本当悲しいよ。うん、じゃあ、ニクソン。その大変な時に引き継いだニクソンはどうしたか。どうにもなんないよね。ベトナム戦争できつい。そして金ドルの交換を停止する。で、ブルトンウズ体制が崩壊する。というね、ニクソンショックというのが起こりますね。えー、第1章やったね、えー。これね、ブルトンウズ体制崩壊までは第1章やりました。ここで出ましたね。ニクソンショック。一、え、度、ー、もう一回説明しておくと、金とドルの交換が保障されている。ドルと各国通貨のが固定されている。ということで、各国通貨が金へと金を と,交換できるということでね、えー、安定して取引がうまくいくというような体制ですよね、ブレトルトンズ体制の金。でもその、ね、体制が崩れたのが、金ドル交換の停止。そうブルトンズ戦争のせいできつくなって、金ド,ドル交換ができなくなったということは、ここも、ね、崩れるわけ固定相場でも崩れるわけですから、ブレトルトンズ体制が崩壊するという流れ。そして、そんな中でもニクソン・ドクトリンといってね、えー、韓,国や韓国や日本も手伝ってって軍事介入をやめる。 韓国、日本に手,手,伝手伝ってもらって軍事介入をやめるという、えー、ニクソンドクトリンを出すんですけどもベトナム戦争がどんどん拡大していくという,いう、ね、悲しい話があります1967年にパリは兵会談が進んでいたけれどもカンボジア侵攻だとかラオス空爆だとか、えー、そういうふうにねどんどんベトナム戦争が拡大していったとそしてニクソンショックにつながる流れですねしかもこの中でベトナム反戦運動もどんどん盛り上がってるんですよこのおかしいねっていう話でさあそんな中アメリカはどうしたか次の一手 中国訪問ですよ。キッシンジャーという男に、えー、中国訪問を取り付けさせてニクソンはモータクとライ来と会談することになりました。そしてね、えー、初めて中国訪れたんですよ、この人。で、なんで中国訪問ができたのかっていう話です。それはね、ここの図ですね、ここの図を見てください。アメリカ、アメリカがね、えー、ここはアメリカで言いますけど、アメリカとソ連は仲悪いのは、まあ、もちろん今まで見てきた通りね、対象。 ととか巻き返しだとかし言ってましたよねで中国とそれも仲悪いんです。スターリン批判後、仲悪くなった。それについてはソ連のところでやると思いますが、ソ連と中国も仲が悪い。敵の敵は味方理論で、中国とアメリカがハートということで、ここで近づいたわけですね。ちなみに1971年には、えー、国連の代表権が中華民国から中華人民共和国に変わっているという話も覚えてますか思い出してくださいよ。さあ、 まあそれはままた始めますね、えー、で1970年代には緊張感はずだとという状況も進む,、えー、進むわけです。1972年にモスクワでブレジネフとニクソンが会談をすると。1973年にはベトナム・えー、ベトナムパリ和平協定。まあ、パリでパリ和平和協定かベトナム和平協定によって米軍が撤退するというふうに緊張感はずだんとという状況が生まれる。緊張というのは米ソ間のけ緊張のことですね。それが緩和していくと。そして次回ね。 これでフォード、カーター、レーガン、でブッシュ、クリントン、ブッシュでオバマトランプというふうにやって後編でね、もう終わりますね、アメリカは。次回で終わります。それじゃあまた。